第3ステージは OB 合同ステージです。本日は同志社グリークラブ第115回定期演奏会にお越しいただき誠にありがとうございます。第3ステージは OB 合同ステージと題しまして、上は第50期から下は第118期まで総勢121名による演奏をお楽しみいただきたいと思います。私はこのステージで MC を務めさせていただきます。第115期バリトンの磯部龍之介と申します。どうぞよろしくお願いします。演奏に先立ちまして、同志社グリークラブ OB 会会長の新井勝司より皆様にご挨拶申し上げます。OB 会長をしております新井でございます。本日は雨の中のご来場本当にありがとうございます。さらに、この同志社グリークラブに対しまして、いつも大きなご支援をいただいていること、この場をお借りしまして御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。今日は115周年ということもございまして、現役諸君から OB も一緒にどうですかっていう嬉しいオファーをいただきまして、OB の諸君にお募りましたところ、日本全国から80名の老若男女はいないんですけども、音声をしております。先ほどありましたように最高齢は、87歳のバリトンの佐賀江さん。OB で一番若いのは、去年卒業した森くん。これだけの年齢差のワンチームは、それはラグビーでもアメフトでもできんやろというふうに私は思っております。今日のワンチーム一緒に聞いていただきたいと思います。OB の中にも現役時代に負けない声を出せるメンバーはたくさんいます。ですが私なんだはもうちょっと声が錆びてきておりまして、くすんでるとも言いますか、なかなか声が出ません。まあ、ただ OB もその年輪を経た声と若々しい現役の声とうまく溶け合っていい音が出ればいいなというふうに思っています。願わくばこのステージが皆さんのお耳汚しでないことを心から祈りつつご挨拶といたします。本日はありがとうございます。ここで皆様にお詫びと訂正があります。お手元のパンフレットにも記載の通り、本ステージにて予定しておりました浅井圭一による赤トンボは指揮者の都合により中止とさせていただきます。この場を借りまして改めてお詫びして訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。曲目を繰り上げまして、1曲目は荘厳ミサよりキリエを指揮第38代学生指揮者桑山博史で演奏いたします。
ありがとうございます。続きまして、柳川風俗誌より梅雨の晴れ間を式第45代学生指揮者山下博史で演奏いたします。続いては男性合唱組曲月光とピエロより秋のピエロを式第58代学生指揮者同志社グリークラブ技術顧問の伊藤圭氏で演奏いたします。
ありがとうございます。最後に詩編98を指揮第86代学生指揮者村津光平で演奏いたします。この曲をもちまして第3ステージは終了となりますが、残る第4ステージおよび第5ステージもどうぞごゆっくりとお楽しみください。重ねて本日はご来場いただき誠にありがとうございます。